はい、西崎です。今回は聞く力の身につけ方について話をしていこうと思います。営業の質問ね、よく来ること多いんですけども、どうやったら物が売れるようになるかとか、営業力身につけられますかっていうふうに聞かれる中で、基本的に営業の本質って何かって言ったら、顧客の課題解決をすることやと、それに対して対価として報酬をもらってるっていうのがセールスの本質だと思うんですけども、つまり顧客の課題に対していい提案をするためには、相手のことを知らないといい提案なんかできるわけないでしょっていうのが、この聞く力が大事っていうところの一番の本質の部分です。なんで今日の話をね、最後まで聞いていただくと、ちょっとだけでも皆さんの聞く力力上がると思います。以前にこんなツイートをしたことがありました。もし営業力をつけたいと思うなら、話す力より聞く力を養った方がいい。でそこに対して6つの聞く力のポイントを書いてます。1つ、相手の目を見て聞く。2つ、相手の言葉に反応する。3つ、大切なことは書き留める。4つ、知ったかぶりをしない。5つ、些細なことでも質問する。6つ、興味や好奇心を忘れない。何度も言うが、コミュニケーションの基礎はこの聞く力やけんねっていうふうにツイートをねして、これ結構反応良かったんですけども、聞く力のポイントがね、この6つに結構大きく集約されてるなというところがあったんで、今日はこのツイートをもとに解説をしていきたいなというふうに思います。1つ目のポイントは、相手の目を見て聞くというところね。これね、何を当たり前のこと言ってんだって思われるかもしれないんだけども、相手の目を見てね聞けない営業マンって結構多いです。具体的に言うと、例えば下を見ながら聞いてるとかね、もしくは相手の顔を見ずにね、目線を外してね聞いてたりとかってする人多いんですけど、意識して相手の目を見て聞くっていうのをするだけで全然聞いてる雰囲気変わりますんで、そういった意味で言うと、しっかり相手の目を見て話を聞く癖をつけましょう。で、一点注意なのが、ずーっとね相手の目を見て聞いてたら逆に怖いんで、ポイントポイントで、絶対外してください。むしろポイントポイントで結構です、相手の目を見るときはね。あとはね、目の見方ね、できるだけ自然な感じで見た方がいい。リラックスした感じでね、真剣にね、たまにね、もう目ん玉さギャッて開いてさ、マジマジと見てくる人おるっちゃけどさ、怖いけん。それってそれよりももっと自然な感じで、リラックスした感じで相手の目を見て話を聞くっていうのを意識して聞いてみましょう。相手の言葉に反応する。これよく言うよね、相槌を打つとかさ、返事をするとかっていう風に言うんだけども、自分もかなり意識をしてるんで、そこの部分についてはで、なんて言うかっていうとね、だいたい僕が言うのは、っていう言葉多いね。とか、はいとか、なるほどとかっていう感じで、相手の話してる内容に対して反応することが多いです。やっぱりさ、これ人間って相手が聞いてるか聞いてないかで話しやすさが変わってくるとよね。うなずくっていうのでもいいし、言葉に出して、反応してあげるっていうのはすごく大事だし、両方意識した方がいいね。無反応だとね、やっぱりどうしても相手が楽しく会話ができないんだよね。この人聞いてんのかなと、ちゃんと分かってんのかなっていうふうになればなるほど、どんどんコミュニケーションって円滑じゃなくなっていくんで、少しオーバーぐらいでもいいんで、相手が話してることに対して反応してあげるっていうのを意識して、聞く力っていうところのポイントにしていただければなというふうに思います。大切なことは書き留めると、これもね、さっきの反応っていうところにちょっと近いんですけど、こっちが話してることに対してね、しっかりメモを取ってくれるっていうのは、すごく話してる側からすると、あ、ちゃんと聞いてくれてるんだなっていう大きな意思表示になるんで、これね、全部をメモする必要ないと思うんですよね。よくね、メモしてって言った時に一言一句残さずにメモしようとする人おるっちゃうけど、これはあんまりむしろ良くないかなと。ポイントだけでいいと思う。その人が話してる内容の中で、これって大事だなと思うポイントだけ絞って、もう箇条書きとかでいいけどさ、何が目的かっていうのを意識しよう。メモを取ることが目的じゃないけんね。メモを取ることは手段やけん。メモを取ることは相手の話をしっかりと情報収集するっていうのが目的なんで、逆にメモを取ることに意識を集中させすぎると、相手がその言葉の中で本当本質的にね言いたいことっていうのを聞き逃したりとか見逃したりする可能性があるんで、そういった意味で言うと、ポイントだけ押さえるという形でメモをしっかり取っていくように
しましょう。おすすめなんか、僕はもう基本的にデータで残すんで、あの紙に書くことは基本的にないんで、これなんで紙に書かないかっていうとね、後で見直した時とか、これ何の話だったかなとか調べたいなと思った時にね、検索ができるっていうのがデータで残すことの一つ大きなメリット。ただね、中にはね、どうしても紙じゃないと難しいっていう人もいると思うんで、全然強制するつもりはないです。一番いいのは自分の一番記録しやすいメモを取りやすいやり方で取るっていうのが一番いいんで、ただ一つのやり方として言うとデータで残すっていうのはめちゃくちゃおすすめ。4つ目ね、これ大事ね、知ったかぶりをしないってやつね。でこれやりがちだよ、結構知ったかぶりって。実は俺もめっちゃ昔やってた。なんかこれって分からないことが恥ずかしいのかなとか、知らなかったらなんか怒られたりするのかなとかって思ってたりしたっちゃうけど、これは15年6年ビジネスやっててさ、絶対こうやなって感じたのが、分からんことは分からんってはっきり聞いた方がいい。じゃないとどんどん分からんうちに話進んでいって、さらに分からんことになっていくけどね。分からんことが積もっていくっていうのはむちゃくちゃデメリットでしかないけん、分からんことを分からないでちゃんと聞くと、はっきりね、これはめっちゃ大事よ。心配せんでいって、分からんことを聞くときに聞き方ってあるけん、それまで今日は伝授する、どんな風に聞いたらいいか、これ聞き方も大事という。ダメな聞き方のパターンね、ダメな聞き方のパターン、すいません、それ僕ちょっと分かんないんで教えてもらっていいですかみたいな、これね、ダメなことだね。分からないことを聞くときに何がいい聞き方かっていうと、さらっと聞いてしまうっていうのがめちゃくちゃいい聞き方って、すいません、それ僕知らないんでちょっと教えてもらっていいですか、ズバッと聞いてしまう、これがおすすめ。なんで前者が悪いかっていうと、あ、こいつもの知らんねんなっていうのをめちゃくちゃ助長するとよね、さっきの不安そうな言い方っていうのは。逆にズバッと聞いてしまうっていうことは、相手に対して与える不安感をズバッと言えば言うほど払拭していくけん、不安そうに聞かないね、心配そうに聞かないとか、申し訳なさそうに聞かないっていうのがすごくポイント。はっきりと聞いてしまう。自分の専門外やったらね、分からんことなんていっぱい出てくるとって。俺がよく聞くのがね、 IT 用語ね、もう全然分からんことが出てきたりする。でも IT 界の中ではもう当たり前みたい。そんなもう俺は迷うことなんか間髪入れずに聞くっていうのもすごい大事やつ。その分かんない質問が出てきた瞬間に聞くっていうね、これ後になればなるほど聞きにくくなっていって、分かんないこととか気になることがあったら即座にその場でズバッと聞くっていうのを意識して実行していくと、聞く力がどんどん養っていくと思います。些細なことでも質問する。これね、ごめん、俺めっちゃ一生懸命になっちゃって、知ったかぶりをしないとガッチャンコになっちゃったんやけど、これもまさに今言った通りよ。どんな細かいことでも気になったことがあれば聞いていく。これはさっきのね、分かんないことがあればっていうだけではなくて、お客さんが話してる中でもっと聞きたいなって思うポイントがあったら、どん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 こっちから些細なことだろうと掘り下げていくっていうのがすごく聞く力を養う上で大事なポイントになってくる。なかなか言い出しきらんとよね。で特に相手が話してる途中に割って入るって結構難しいやん。これね、何でもかんでも割って入ればいいってもんでもないけん、これが難しいところとって、相手との空気感を保ちつつ、相手の話の中で、あ、これ聞きたいなみたいなポイントがあったら、その場で聞ける間があるんであれば間髪入れずに聞いていく。ただそうじゃない時もあると思うという、相手がめちゃくちゃ気持ちよくなってね、話してる時なんかで言うと、そこに割って入るとね、逆に話の腰を折っちゃったりする場合があるんで、じゃあそういう時はどうするか、この時にさっき言ったメモが役に立つとって、しっかりメモを取っておくことによって、最後話が一段落ついた時に気になることは全部聞いていくというのを実行してほしい。さっきのメモの部分と、知ったかぶりをしないっていう部分と、些細なことでも気になることがあったら聞いていく。これをやるだけで相手から得られる情報っていうのが大きく変化していって、明日からぜひ実践してみてほしい。この6つ目が一番大事じゃん、最後に持ってきとるってことはね。興味や好奇心を持って聞くというのが6つ目です。例えばこう質問とかされてさ、聞かれてさ、苦痛なのって何かっていうと、興味のないことを聞かれるってことが一番苦痛で仕方がない。それって表情とかね、声のトーンとかにね、出るっちゃね、やっぱりね。この子は俺に対してさ、めっちゃ興味を持って聞いてんなっていう話なのか、もしくはいやもう全く興味ないけどとりあえず間が持たんから聞いてんのかみたいなところがね、すごくはっきりとこっちには伝わってくるんで、
じゃあ相手に対してね、興味とか好奇心を持つためにどうしたらいいのと聞かれると思うんだけどね、究極で言ったらね、じゃあ相手のことを考えようっていうのがすごい大事なポイント。なんか自分がこの商品を売りたいとか、この企画を買ってほしいとか、売り上げね、もう締め切り大変なんですみたいなんていうのは、もうこれ相手からしたらどうでもいいことやけどさ、そういった意味で言ったら、相手がどうしたら喜んでくれるかなとか、相手がどうしたらもっと幸せになってくれるかなとか、これね、綺麗事じゃなくてね、営業の本質っちゃうね。じゃあ本当にさ、相手の幸せになってほしいとかさ、もっと便利になってほしいとか、楽しくなってほしいって思った場合には、相手のことを知らなきゃいけない。知りたいと思うやろ。これなんで相手に対して興味関心があるかって言ったら、相手のことが好きやけん。なんで、つまりお客さんのこともね、相手の立場だったりとか、相手のことを好きになって話を聞けるかどうかっていうのは、さっき言った興味とか好奇心っていうところにめちゃくちゃ大きく関係してくるけん。で、その結果としてね、自分自身がそれこそ売り上げだったりとか利益っていうところに最後後から返ってくるのは、まずはね、相手のことを考えよう。そしたら結果として自分に対して後で利益だったりとかいいことって返ってくるけん。今日ね、6つのポイントについて伝えたい。ちょっと一回おさらいしよう。1つ目が相手の目を見て聞くっていうところが1つ目のポイント。で、2つ目のポイントが相手の言葉に反応するってことね。3つ目のポイントは大切なことを書き留める、メモを取るっていうのが3つ目のポイント。4つ目は知ったかぶりをしないっていうのが4つ目のポイント。5つ目は些細なことでも質問をしようっていうのが5つ目のポイント。6つ目はこれが一番大事ね、興味や好奇心を持って相手に対して質問をしようっていうのが6つ目のポイントです。本当に意識したりとか実行できてる人ってほんの一握りだけ。騙されたと思って明日からこの6つを毎回俺の YouTube ね、営業行く前でもいいけどさ、この6つだけ見直してみて。この今のおさらいのポイントだけでもいいけど、で、この6つを見返して、この6つをそのまま騙されたと思ってやってみて。そうするだけで皆さんの聞く力力、ヒアリングの力とか聞く力っていうのは確実にアップするんで、確実に実行してほしい。これができるかできんかがね、本当に自分自身ビジネスマンとして成長できるかできないかの大きな分かれ道になってくるじゃん。この YouTube チャンネルを見てくれてる人っていうのはきっとね、ビジネスに対しての意識とか高い人だと思う。これはすげえいいこと。じゃあ次のステップに行こう。次のステップ何かって言ったら、じゃあこの話を聞いた後に自分自身のアクションに落とし込んで、明日から、いや、もっと言ってしまうと今から実行できるかどうかっていうところが大きな成長の分かれ道になってくるけど、今言った6つのポイントってみんな分かっとうことっちゃけど、なかなか実践できんポイントっちゃけん。なんですぐにね、メモ取ってスマホに入れるなり YouTube 見返すなりして、今日からね、この聞く力っていうのを実行してもらえると、必ず皆さんのビジネス力がアップすることを約束します。